初代サマセット公爵、エドワード・シーモアは、イングランドの貴族、政治家。妹のジェーンが、ヘンリー・パッセイの3番目の王妃となって、エドワード6世を設けたことで栄信し、1547年のエドワード6世即位後には、摂政、五国教に就任するとともに、サマセット公に助せられた。しかし1549年に、 ウォリックハク・ジョン・ダドリーとの権力闘争に敗れて失脚し1552年に大逆罪で処刑されたサマセットコーシーモア家のソニあたる。1506年頃ウィルトシャーのジェントリーのサージョン・シーモアとマーガレット・ウェントワースの子として生まれた父ジョンはヘンリー・パッセイの寝室係人衆だったものの一回の騎士に過ぎなかった妹のジェーンは ヘンリー・パッセイの最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンと二度目の王妃アン・ブーリンの女官だったが、このジェーンが王の目に留まり、1536年に三度目の王妃となり、翌1537年に王の唯一の着出の男子を生んだことで、シーモア家は英達のきっかけをつかんだ。ジェーンとヘンリー・パッセイが正式に結婚したのを機として、エドワードは1536年6月5日に、 ビーチャム死者に除せられ、宮廷に仕えるようになった。ついで皇太子エドワード誕生を起として1537年10月18日に、ハートフォード伯爵に除され、同年数密古門館に列した。宮廷内では、カンタベリー大司教、トマス・クランマーと共に改革派のプロテスタントとして、活動した。1542年から1543年まで、海軍教、 1543年から1549年まで大事住教を務めた。外交施設としてたびたび外国にも訪問した。1544年から1545年にかけては北部総督を務めスコットランド侵攻の指揮を取った。1546年には海外派遣軍の司令官に就任し、スコットランドや それを支援するフランスと戦った。1546年冬に、ヘンリーパッセイが病に伏せるようになると、第3代ノーフォーク公トマス・ハワードとの対立が表面化し、1546年12月に、ノーフォーク公を失脚させることに成功した。左からエドワード6世、サマセット公サマセット公の弟トマス・シーモア、カンタベリー大主教。 トマス・クランマーを描いた絵画ヘンリー・パッセイは、自分の放御後、特定の人物が幼い息子エドワード6世を、区別にすることを恐れていた。そのため遺言上では、息子の成人まで統治は、数密院が行うとし、数密院の決定には、数密古問館過半数の賛成が必要と定めた。しかし1547年1月に、ヘンリー・パセイが放し、 10歳のエドワード6世が、即位するやハートフォード博は真っ先に、おいエドワード6世の身柄を抑え、数密顧問官たちの指示を得て、その摂政となり、五国教と大倉教に就任した。さらに1547年2月16日には、サマセット校に助せられた。こうしてイングランド統治権は、彼が握るところとなった。外交では、 スコットランド女王メアリーとエドワード6世の結婚計画を推し進めたが、スコットランドにそれを拒否されると1547年秋にも2万の兵をスコットランドに侵攻させ、ピンキークルーの戦いでスコットランド軍を撃破した。しかしスコットランドは要求に応じず、むしろより一層フランスとの結びつきを強め、1548年には、 フランスがイングランドに宣戦線布告してきた。フランス軍によるブローニュシュルメール攻略を阻止することには成功したが、膨大な戦費がかかり、横領地のさらなる売却と通貨悪いを余儀なくされた。国内政治では、ヘンリー・パッセイ時代末に交代したプロテスタントの復興を目指した。 初代サウサンプトン伯爵、トマス・リズリーラ・カトリックを、数密院から罷免し、親カトリック的な主教、エドワード・ボナーや、ステファン・ガーディナーらを投獄した。また議会に働きかけて六信行化情報など、プロテスタント迫害に利用されていた諸法の廃止を推し進めた。これによりイングランドは、大陸からのプロテスタントの避難場所になり、 彼らはこの後のプロテスタント化推進に寄与する。さらに1549年には、礼拝統一法を制定し、カンタベリー大司教クランマーの主導で作成された共通祈祷書を、イングランド唯一の合法的礼拝様式と定めた。これは礼拝文を一つにまとめようという初の試みだった。その内容は、かなりプロテスタント寄りだが、 激しい宗教対立が発生しないよう、一応カトリック的解釈も可能なようにぼやかしていた。しかし結局カトリックの反発が起こり、1549年6月には、イングランド西部でカトリックの反乱が勃発した。初代ラッセル男尺ジョン・ラッセルを指揮官とする鎮圧軍を派遣して、これを鎮圧した。さらにこの1ヶ月後には、イングランド東部で、 共有地の囲い込みに反発する農民の反乱、ケットの反乱が発生。サマセット校はこれまで、農民の苦境に理解を示すことで、国民人気を得ていたので、この反乱にも、一定の理解を示し、そのため終始順にした。その間、数密顧門館に初代ウォリック・ハクジョン・ラドリーが、傭兵部隊を率いて出陣し、情け容赦なくこの反乱を鎮圧して、 ロバート・ケットはじめ反乱指導者を処刑した。これ以降、オリックハクはじめ数密インメンバーは、サマセット校の責任を追求するようになった。初代オリックハクジョン・ダドリー・サマセット校が1549年7月の、ケットの反乱に理解を示したことは地主である貴族や、ジェントリの反発を招いていた。 またこれに先立つ1549年3月には、弟である初代シーモア男爵、トマス・シーモアが、シーモア事件との結婚を格索して王権に介入しようとしたで捕らえられ反逆罪で処刑される、事件が発生していた。権力奪取を狙うウォリック博に付け込まれるようになり、ウォリック博はサマセット校をスーミツインで球断することを格索した。 これを事前に察知したサマセット公はミニ州に向けて布告を出し国民を味方につけようとしまた西部から帰還中のラッセル教の指示を得ようと手を回していたがいずれも失敗に終わり1549年10月12日に逮捕されロンドン島に投獄された1550年初めに一時釈放されるがその時には完全に権力を掌握していた ノーサンバーランド校により、1551年に、再び逮捕された。鉄造された罪状で裁判にかけられ、退逆罪で有罪となり、1552年1月22日に、処刑された。保有者位は剥奪されたが、息子のエドワード・シーマーは1559年に、 父と同じ爵位ハートフォード伯爵を新規にノブされており、またその孫であるウィリアムは1660年にサマセット公くらいの復権を許され、第2代サマセット公となっている。1536年6月5日に以下の爵位を新規にノブされた。1537年10月18日に以下の爵位を新規にノブされた。 1547年2月15日に以下の借位を新規にノブされた。1527年頃にキャサリン・フィロルと結婚。彼女との間に以下の日子を設けた。しかし後にキャサリンは不定を理由に離婚された。この件が借位継承の上でキャサリンの二人の息子が5歳の案の子に劣る原因となったと見られる。しかし、エドワードの子孫は自分たちこそが、 シーモア家の着流という意識を強く持ち続けたという。そして1750年に至って、アンの男系男子が耐えたため、エドワードのコンマ後にあたる、第6代順男尺エドワードが、第8代サマセット公爵を継承することになる。1535年頃にアンスタンホープと再婚。彼女との間に、以下の重視を設けた。ありがとうございます。